連弾恋天陽子役をやらせていただいてます井上麻里奈です。はい、今日はですね、グレンラガン DVD 第1巻スペシャル企画ということで、我らがグレンラガンの本拠地でありますガイナクサに、やってまいりました。はい、このような場所です。ガイナックスさんといえば新世紀エヴァンゲリオン、不思議の海のナディア、そしてトップを狙えなど数々の大ヒットアニメを生み出している超一流超一流超一流スタジオでございます。はい、今日はですね、そんなガイナックスさんに私の生まれながらお邪魔いたしまして、徹底的にレポートをしてみたいと思います。それでは行ってみましょう。あ、痛いそれでは早速ですけれども中に入ってみたいと思います。こんにちは。こんにちは。あ、大塚さん、ふつつか者ですけれども、今日はよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。こちらが本日の案内役を務めていただく大塚雅彦さん。グレンラガンでは副監督を務めるガイナックス歴10年以上のベテランスタッフさんです。じゃあ、これから案内しますので、はい、どうぞ中の方へ。はい、失礼します。お邪魔します。ここがスタジオですね。そうですね、今グレンラガン作っております。まず案内していただいたのが動画部、キャラクターの動きを描くチームです。いわばアニメ制作の最前線。皆さん集中してますね。こちらが動画をやられている作業場ということで、はい、ちょっとお邪魔したいと思います。実際作業されてらっしゃる方がいらっしゃいます。作業中ですね。下からライトを当ててこう髪を透かしながら。そうですね、映画さんの指示でここを中張りしてくださいっていうのがタイムシートという紙に書かれているので、その指示に従って中張りをその枚数書いていきます。難しい。作画とか動画とかこう説明とかでよく出てくるし、私たちも聞く言葉なんですけど、具体的にはどういう違いがあるんですか？じゃあちょっとカット見ながら説明しますけど、はい、これはまさか、はい、取り出したのは映像の元となる素材が入ったカット袋。もちろん実際にオンエアで使われた本物です。すごい。アニメーション大きく分けて原画と動画っていうアニメーター2つに分かれるんですけども、原画というのはその動きの中でキーポイントとなる絵を描くのが原画なんですね。例えば歩いてるとしたら、はい、右足が出てる絵と、うん、左足が出てる絵2枚原画を描くと、うん、もちろんこれだけだとパカパカした、はい、ちゃんと動いて見えないので、その途中の絵を描くのは実は原画さんではなくて動画という作業になります。こちらがその途中の絵を描いた動画。1秒間で約10枚、もちろん全て手書きです。こう私にとってはすごく果てしない、すごい大変な作業のように感じるんですけども。いや、実際大変です。そうですよね。試しにどのぐらい大変かちょっとやってみます本当に言ってるんですか？ものは試しと言いますし、何事も経験ですから。これ使ってくれるんですか？私が使って、もちろん出来が良ければそれ使います。本当ですか？はい、頑張ります。ということで動画にチャレンジ、井上麻里奈全力で参ります。じゃあ早速作業を始めてもらいましょう。はい、それではですね、先ほどの歩きの動画なんですけども、あれを描くんですか？そうです。挑戦するのはこちらのシーン。私が演じる陽子ちゃんのこの歩きのカットです。わかりました？もう一度見てみましょう。これこれ、この動きを描くっていうんです。うわー大変。歩きって難しいですよね。難しいです。ですよね、はい、どうせなら難しいところに挑戦してもらった方が難しさがいかに分かるということですよね。与えられたノルマは動画3枚 0.5 秒分。その唯一の手がかりがこの2枚の原画です。陽子が右足を出している絵と左足を出している絵、この2枚の原画の間の形をイメージして3枚の動画を描くわけです。こ
んな経験もちろん初めて。正直ちょっぴり緊張です。何はともあれ作業開始。果たしてちゃんと動いてくれるのでしょうか。後半へ続く。まあ動きはというか、まあアニメーションを作るっていう時点でそもそもその動かす楽しさっていうのがその作品にストレートに反映する形が常にいいなと思っていて、そこは常に意識しているところなんですよね。この少年漫画的なその快感というかカタルシスというか解放感というか、そういうようなものがちゃんとあり続けるものであってほしいんですよね。その解放感を楽しむ作品であってほしい。キャラクターたちもそのあんまり細かいことを考えないで、なんていうんですかね、脳みそを通さずにこう脊髄だけで脊髄反射でこう行動を起こしてしまうようなタイプのキャラクターたちにして、より少年漫画っぽくしたかったので、そういうキャラクターが楽しい感じをこう動きでできたらいいなということもあって、だから楽しい、見ていて楽しいっていう動きを目指していますけどね。キャラクターが動いて動いて動いたからこうなったから次の、展開に行くんだっていう、当然そこにいいセリフが来てほしいんですけども、まあ、そういう意味ではだから、中島さんがやっぱりそういう意欲をかきたてる本を書いてくれるわけですよ。そういう面白い本が上がってくれば、じゃあ面白く動かそう、もっと面白く動かしてやろうみたいな気分が盛り上がってくるっていうのもあるし、まあそういうところですかね。そういうのがちゃんとある作品にしたいなとは思ってますね。ガイナックスなんでやっぱり動かしてくれるだろうなというのはありましたね、その期待はね。で、今井さんからもね、その脚本の段階で何かこう気をつけなければいけないところはありますかって言われた時に、聞いた時に、とりあえず立ち止まって2人がこう延々会話だけしているようなシーンは作らないでくださいと、常に動いてるシーンを作ってくださいって言われたんですよね。それはやっぱりその印象的だったんで気をつけるようにしましたけどね。一番大きかったのはやっぱり僕が出したのでは1話ではね、顔面出してなかったんですよ。今井さんがそこでやっぱり1話目からもう顔面出したいということで、落ちてくるってアイデアは今井さんが出してたんですよね。地上に向かって出ていくときにやっぱりその、月ロケットがこう打ち上げられる時のようなイメージで、本当にこう噴煙がわーっと上がって空に向かって駆け上がっていくようなイメージが欲しいんだというのをメモでいただいて、あ、なるほどと。要するにそういう、つまりその地下を離れて地上に行くっていうことのビジュアル的なその見せ方っていうのは、そういうふうにしてシンボライズして見せるんだろうと。それがやっぱり明らかにその希望に向かって、登っていくっていうことを言葉にせずに見せられることだと思うんですよね。あ、そういうことなのか、アニメーションにするっていうことはっていうのはちょっと思いましたね。作業開始から1時間が経過。私集中してます。めちゃめちゃ考えてる私。慌てずゆっくり慎重に。あ、失敗。コピーしたい。そしてさらに15分後できました。大塚さん。はい、大塚さん。できました。私できました。おお。できました。これは私じゃないです、2枚目からです。出来上がりましたよ。大変でした。見てください、私が描いた動画3枚。なかなかうまく描けてると思いません？どうだ。これを、はい、実は動きをチェックするソフトがあるので、お、すぐ取り込めるんで一応見てみますか。はい、お願いします。完成した動画をクイックチェッカーという簡易の装置にかけ動きの確認をしてみます。じゃあ準備できました。再生しますけど。どうする。動きま
ました。陽子が歩いてます。私ってば結構上手かも。どうですか大塚さん。すごいですね。本当ですか。本当ですか。動いてますね、一応髪の毛も動かしてみたんです、多少。正直びっくりしました。本当ですか。やった、動いた動いた。ちょっとびっくりですね。大きな動きに関してはかなりいい線いってたと思います、はい、もうちょっと足の曲げ方とかが少しついてると良かったんですけど、はい、プロの正しい線と重ねてみると確かに足の曲げ具合が足りないみたい。こうして見比べてみるとお手本の陽子の方が元気よく歩いている感じが出ていますよね。うん、惜しかった。その上線の引き方でもダメ出しが。プロの線は細くて滑らか、それに比べて私の方はかなりトホホなありさまです。もう改めて自分でやってみて、もう全然こうプロと素人ってこんなにも差があるんだなっていうのを実感しました。逆に言うと最初でここまでやられてしまうとこちら驚くほどよくできてました。ありがとうございます。声優兼アニメーターってのは新しいかもしれませんね。ぜひ声の仕事がもしなくなったらぜひガイナックスさんに入れてください。大丈夫だと思います。やった。とはいえこれは基礎の基礎。プロのアニメーターになるといろんな応用編があるそうです。例えばこちらのシーン、これこれ、裸眼が歪んで細長くなっちゃってます。実はこれこそアニメ動画の隠し味、わざと形を崩して描くっていうのが手書きならではの技なんだそうです。こちらも同じくデフォルメのテクニックが使われています。こうすることでコミカルな雰囲気を表現したり、動きにメリハリをつけたり、グレン・ラガンならではの楽しい画面作りが生まれるんですって。動画の世界は奥が深い。アニメーターさんたちの苦労がちょっぴり分かった体験でした。さてお次は撮影と呼ばれる作業を見学。動画と背景を組み合わせるお仕事です。今やアニメもデジタルの時代、ここでの作業は全てパソコンで行われているそうです。これは今何をなさっていらっしゃいますか。今のこれはですね、はい、特殊効果という質感を加えているところですね。ロボットに。ロボットに。ロボセルってなんか、まあ、平面的じゃないですか、はい、それをですね、今はちょっと立体的にしようという感じで今いろいろと試しているところですね。もともとはピカピカだった顔面の表面に画像処理ソフトで汚しを加える作業。加工前と比べてみると、あー、確かにリアルになってます。実はこれアニメの中ではたった3秒のカット、この一瞬の映像を作るために1枚ずつ手作業で質感を足しているんだそうです。この画面になるまでにも何回も何回も繰り返して、まあ、ディティールを足していって、まあ、画面の密度を上げていくっていう作業です。なるほど。まあ、他にもいろいろありまして、はい、このカットはですね、カットの142、1話ですね、はい、142なんですけど、まあ、神奈の決めのシーンなんですけど。そうですね。映像では1枚の絵に見えるこのポーズ、実はいろんな特殊効果を加えるために計36枚もの層に分かれていたんです。まずこちらが1枚目背景、2枚目顔面、3枚目岩、4枚目神奈、5枚目地面。この上さらにさまざまな光の特殊効果を足していき、合計36枚。すごいですね。こんなにたくさん
枚数を使ってるんですね。そうですね、まあ、何枚にも重ねて、デジタルだとも もう本当に100枚とか重ねようと思えば重ねられるんで、このカットだと地底から、まあ、光、上から光がバッと差して、はい、それすごい印象的なシーンにしたいので、なんだろう、神々しいというか、はい、そうですね、希望が見えるみたいな、ピカッっていう感じに、すごい印象的でかっこいいシーンになっていくという感じですかっこいいですね、すごい神々しいです、神々が神々が神々しくなっていく感じにして、あともう一個ありまして、はい、これは叩きという効果ですね。叩きなんか絵の具が飛び散ったような、筆でまあバッてもう叩いたようにするから、まあ叩きっていうふうに言われてるんですけど、画面の空気感を出す作業ですね。こちらがその完成版。加工を加える前のものはなんだかちょっぴり物足りない感じ。そこに叩きを加えると、こんなに迫力のある画面になりました。今はパソコンでの作業ですが、実はこれ手書き時代に編み出されたガイナックスの得意技なんだそうです。まあ、ここにちょうどあるんですけども、はい、実際にもう書くというか、これを素材にしてスキャナーで読み込んで、で、まあ、ちょっと色を塗ったり加工したりして、まあ、素材として使うんですけど、セルの頃の技術をいかにそのデジタルでもその利用する、かっこよく利用するかっていうのを、まあ、結構研究してるというか頑張ってるんですよね。この叩きの技法はいろんなところで使われています。断面が爆発するシーンや、グレンが倒れて砂ぼこりが上がるシーン、ほんの一瞬の一コマに大変な手間暇がかかっているんですね。他にもクレヨンで描き殴ったような線を加えたり、輪郭線をわざとギザギザに描いたり、グレン・ラガンでは昔の少年漫画みたいな元気でタッチを目指しているんですって。すっごい情報、量多いですよね。量がもう本当にみんな根津の作業になります、これをする。ただやっぱりかっこよくなるんで、やらずにはいられなくなってしまう、ついついとにかく膨大な作業量。グレン・ラガンの魅力の裏にはスタッフさんたちの熱い魂がいっぱいに込められているんですね。要するにこう人の手で描いてる感じっていうのを強調したい。こう 3D でどんなにかっこよく動いてもはぁとは思うけども、手書きで同じものを描いたらすげえなと思うっていうことってあると思うんですよ。なんかそういうことだと思うんですよね。なんかもやっとした、ただもやっとした煙よりはこう人がぶっとこう吹いて出たであろう、なんか予期しないランダムなこうものがこう動いているように見えるとか、それをあえて掘り起こしてやろうということですよね。自分が子供の頃に見ていたもので良かったと思うところをできるだけちゃんと現代にも伝えたいっていうような部分がやっぱ根底にはありますね。まああんまりよそでやる人もいないからやったら目立つかなとかそんなようなことかもしれないですけど、昔僕らが自分たちが見て心を熱くしてたアニメのような、その熱さみたいなものはやろうって話はしてましたんでね。それは別に回復趣味とかではなくて、それを今出すとしたらこういう形だっていうことで意識してやってましたんで、よく熱血ロボットアニメっていうと、最近だとまあその一つ何だかある種パターン、パウリーって言えばいいんですかね、こう燃える熱苦しいやつがいて必殺技を叫んでみたいな、パウリーとして描かれることって結構あると思うんですけども、まあ、それとは違う、そこに生身の人間がいて、この男はやむにやまれずこういうことをやってるんだけれども、周りの状況からしてこうなっていくっていう、きちっとそのパウリーとかではない骨太のドラマとして、こういう人間が出てきて、でそういうドラマの先にはこういう出来事が待っていると、
その出来事の面白さ、それで出てくる人間たちの面白さでもって20秒かとにかく見せ切ろうという思いっていうのは、その20世紀だろうが21世紀だろうが変わんないんじゃないかという思いがあって、そういう意味ではその見てるお客さんも、今の子たちはこうだからこういうふうにしないといけないよみたいなことではなくて、自分たちが本当に面白いと思うものを真っ向から投げ込めば伝えられるんじゃないかなと、そうなってくれればもう願ったり叶ったりだなと思いますけどね。もうとにかく面白いものができればあとは何でもいいと思ってて、ワンカット見ただけでも、あ、これはあの番組なんじゃないのって思うぐらいになれば理想ではあるんですけども、だからそういうのに、そういうのを出すにはどこまで自分が本気で自分の感情とかを作品の中に入れ込むことができるのかっていうことが勝負なんじゃないかとは思いますけどね。最後に出来たてほやほやの完成映像を見せていただき、本日のスタジオ見学は終了。たくさんのスタッフが関わっているグレン・ラガン、ガイナックスではその一人一人の個性や思いを何より大事にしているそうです。そういうバリエーションも含めて楽しんでもらおうという、先の幅といいますか、数によって振れ幅がかなり大きく動くと思うので、そういうちょっと凸凹な感じがするかもしれませんけども、まあ、グレン・ラガンってこういう話だよね、あんまり先入観なく見てもらえれば一話一話楽しめると思いますし、作ってる側もそういう意味でこのいろんなチャレンジをしながら作ってますので、はい、そういう部分を含めて、見てる側の人にも楽しんでもらいたいなと思います。こういうのが今からもどん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 あるのかなと思う、私も今からすごい楽しみです。グレン・ラガンは夢と自由と挑戦の物語、作り手の皆さんも同じ冒険の旅に出ているのかもしれませんね。天元突破グレン・ラガン第1巻をお買い上げいただきありがとうございます。第3話以降、続々、発売されますけれども、本当に各巻見どころが満載です。予断を許さない展開になりますので、26話最後まで見ていただくと、こんなことまでいけるんだと、やっぱちょっと驚いていただけるんじゃないかなと自負しております。ガイナックス、アニプレックス、コナミともにこの作品と心中する勢いで作品作っておりますので、ぜひご期待ください。よろしくお願いします。だいぶいろいろ制作状況も佳境に差し掛かり、スタッフも相当目が血走ってる中、かなり魂込めて作っております。キャラクターもどんどん成長して、物語もだいぶ展開してですね、皆さんどこまでついてきていただけるか、これはもう最後までついてきていただきたいというわけで、最後までよろしくお願いします。はい、というわけで、今日は一日ガイナックス潜入レポートをさせていただいたんですけれども、お疲れ様でした。それとんでもないです。本当にこの一本アニメを作るということでも、やっぱりこれだけの方々がこれだけすごい細かい大変な作業のもとに、やっぱりこう愛情を注いで作業してあれが出来上がってるんだなっていうのが、まあ、改めて実感して、ありがとうございます。今日は本当に一日お勉強をさせていただいて、これだけたくさんのスタッフが一生懸命やってるのを見ていただいたので、はい、頑張ってる姿を分かってもらえたかなと思うんですが、オンエアはますます楽しみになりました、はい、そうですね、出来上がったのを見てもらえる、はい、私たち役者一同もこれからこんなアニメに負けないような演技をしていけたらなと思います。改めて気合が入りました、はい、これからもよろしくお願いします。どうぞよろしくお願いいたします。ということで、皆様これからもグレン・ラガンをどうぞよろしくお願いいたします。オンエアでまた会いましょう。バイバーイ。